同性カップルを男女と同等の関係として認めるパートナーシップ制度、県内でも7つの市町で始まっています。しかし LGBT の方は私の周りにはいません。限られた精神障害者の話です。そんなことして子供が増えますか？生物学的にも男女がパートナーになることが自然。1年前に制度を始めた三原市に寄せられた意見です。多分すごいいろんな信念を持って反対をされてるでしょうから、そこはその意見自体を否定するつもりはないんですけれども、私自身はこういう多様性を認め合えるような社会を作っていきたいんですということの信念は全く揺らぐつもりはないですね。進む多様性への理解、一方でそうした動きを認めない意見が依然として存在します。2000年代初頭、こうした性差を超える平等はジェンダーフリーと呼ばれて取り組みが広がった一方、それに反発するジェンダーフリーバッシングという動きも活発化していました。広島はその激しいバッシングの舞台となりました。児童虐待や青少年の無規範な行動、凶悪犯罪などが激増している背景に、まさにジェンダーフリーがある。ジェンダーフリー思想は健全という感覚や意識さえも否定するものであり、既成の価値観を頭から全否定すること、そして伝えるべき価値、守るべき価値、それは伝統であり、文化であり、家族。広島の経済誌で始まった連載、これでいいのか、広島の教育。書いたのは当時の広島市 PTA 協議会会長。標的にされた一人が産婦人科医河野美代子さんです。水着で隠れる部分は私だけのもの、私だけが見ても触ってもいいで、人に触らせたりしないで、人のプライベートゾーンも無理やり触ったりしないという。広島市でクリニックを経営しながら、性教育の講演で全国を飛び回っています。私は今ですね、性教育っていうのはとってもやりにくい状況がずっと続いています。2002年頃からバッシングと言われたら非常に強くなって、ダメですね。40年性教育に携わってきて必死で訴えても私の力なんて微々たるもんで、未だに変わらないし、どんどん後退していっています。勤務医だった1985年、10代の妊娠や中絶が増えている実態を綴った本で注目を浴び、診療と講演を両立してきました。性をね、自分の本当に生き方として性を考えるっていうような考え方をねしてないわけで、はっきり言っちゃえば若者にとって、今の若者にとって性がとても軽くなってるな、いやらしいもの、隠すもの、恥ずかしいものとして捉えないこと、とても大切なこととしてね、自分自身も実行してるんだっていうね、胸を張ることが大切で、そこから若者をどうするというふうに考えていかなきゃいけない。ただただやみくもにですね、若い子はしちゃダメだけじゃダメです。1992年、当時の文部省が学習指導要領で性について盛り込み、性教育元年と言われたこの年、全国で徐々にバッシングが始まっていきました。でもやっぱり私はそれでも忙しく結構引っ張りだこで動いてましたから、それでドンと来たのがこれですよ。なんだこれはっていう広島で発行された経済誌の連載で河野さんの性教育が過激・異常と非難されたのです。私は性教育一生懸命やってるだけなのに、どうしてこんなことを書かれなきゃいけないの、あまりにひどい、これはひどいと思ったから、私はやっぱり許せんを持って裁判を、したいと。2005年河野さんは名誉を毀損されたとして執筆者と出版社に損害賠償を求めて提訴。河野さんは記事がきっかけで講演を断られたり、誹謗中傷の手紙が届いたりしたといいます。2年後、双方の主張を雑誌に掲載することで和解が成立。ただその後も全国的にジェンダーフリーバッシングの勢いは止まらず、現在の夫婦別姓や同性婚をめぐる議論にも影響を与えていると河野さんは考えています。男女の平等っていうのが嫌なんですね。だから夫婦別姓とかさ、それから同性婚なんてもってのほかでしょ、彼らは。でも同性同士で一緒にパートナーとして過ごしていきたい人たちというのはやっぱり現実にいるわけですから、いるんだったらその人たちの権利もちゃんと認めてあげなきゃいけないわけでしょ、男と女だけが家庭を持っていいっていうもんじゃないでしょ。なぜそこまで激しい言葉でバッシングを行ったのか。連載を書き被告となった渡辺武さんが初めてテレビの取材に応じました。今のこのジェンダーフリーいうか性教育を、過激な性教育をなんとかこうブレーキかけるっていうことができないだろうか、そこに警鐘を鳴らすような何らかの形は取れないだろうかっていうのが結論だったんです。河野さんと同じく生まれてからずっと広島、家族が立ち上げた会社を経営し、広島商工会議所の議員にもなりました。3人の子を育てる中、1999年から6年間広島市 PTA 協議会の会長を務めました。それと生まれた時のね、一番に見るのは母親ですよ。それ次やっぱり父親であり、だからやっぱりその教育の原点いうのは私は親だろうって思いましたね。教育問題を書いてほしいと頼まれ、経済誌へ寄稿しました。何を伝えるか決めたのは、保護者や教員から心配の声が出ていたジェンダーフリーでした。安倍晋三元総理の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会が性や家族に関わる政策を動かしていたことが知られるようになりました。周りの方にね、学校とか教師の方もそうですよ。例えば旧統一教会の方がね、おそらくいらっしゃっただろう思います。当時は分かりませんけどね。ですからそういう方がやはり学校で、いろいろとね活動されてたんじゃないかなって、それは今になって結びつけるだけであって、当時はそんなことは考えてもおりませんでしたけどね。一方河野さんは、やっとこういう時が来てるって思ってます。今やっぱり私は統一教会の問題っていうのは、選挙に協力したとか会合に議員が出ただとか、そんなところでうずうずいつまでもじゃなくて、その統一教会が何を目指してどういう影響を与えてきたのかっていうね、まさに性教育とかジェンダーだとか家庭だとかそういうところにものすごい影響を与えてきたわけですから、そこの彼らがやろうとしてきたことっていうのを今ちゃんと見なきゃいけない。河野さんとの間で和解が成立し15年余り。時代の背景で全部違う。私はじゃあこの時にはこの時で正しかったと思います。したことは精一杯した。だけどこの精一杯したことがじゃあ今できるかって言ったらもうできないかもしれないし。現在高校生から2歳までの孫が4人、近くに住みよくご飯を食べに来ます。ぐらいかもしれませんね。中入っとるのかな。ほうじゃほうじゃこれ片手だけけん。じやこれ孫ですわ。じいじえって書いてあるから。ケイタじゃけ、そうですね。敬老の日おめでとういつもありがとうって書いてあるから。やがて孫たちが主人公になっていく社会。どんな生き方を望むのか。祖父祖母の世代が口を出すと逆に歪曲しますよ、正直言って。考え方にそれはやっぱり時代の背景っていうものはやっぱりそれにあるんだったら親が見ないといけない。だから祖父母っていうのはおじいちゃんおばあちゃんが「おなんか孫におよく来たの?」とか「まあ何か欲しいんがあるか?」とかっていうぐらいで。変わらぬようで変わってきた。しかし変わってきたようで変わらない。河野さんのクリニックがあるのはよく訪れる繁華街。でも河野さんと会ったことは一度もありません。一途にね、やっぱり熱心なね、やっぱり心情と熱意を持ってねいらっしゃることにはね、私は敬意を表しますよ。本当にそれは私らじゃできない。そういう意味ではお会いして、今のお話を聞いてみたいっていう気はいたします。夫婦別姓にしてもですし、同一性結婚にしても今こうやって聞けば「うんそうよね」っていう理解しようとする気持ちが出てるんかなっていうふうには、そうしないとついていけないもん。